今入社以来最も渋いオンライン研修の昼休みです。いただきます。この激渋研修が終わったらトマトを植えようと思います。やったー。タケノコで使われたバキバキスコップを使って、後で見せに行きますけど、このマンションにはね、共用部分に何だろう、畑がある。私が畑って呼んでるだけで花壇みたいな、なんか物を植えられそうなところがあるんですよ。ここね、ミニトマトとオクラちゃんね、これ植えたいと思うんですけど、今の現状ではね、めっちゃ雑草が生えてて、まずは雑草をむしること、友達から、友達の友達からウサギの糞をいただいたのでそれをですね、撒いて土に混ぜて腐葉土みたいにしたいなとか、農業に詳しくないですけど、動物の糞とか良さそうって感覚として思っててですね、私の動物的感覚で、まあその土を肥やすところを納め、種を撒き、まああとはあのいろんな動画のね、節々で成長していく過程を見せたいと思います。でね、お箸の持ち方さ、直ったと思わない？てか直ったんよ、矯正箸使って。友達と居酒屋行くんでも矯正箸持ってったんだから、たゆまぬ努力、たゆまない努力。あと研修は4時間あるので頑張りまーす。ねえ、もう一個さ、話したいことあったんだけどさ、同期の何人かはこの YouTube 見てくれてるんですけど、そのうちの一人に YouTube こっそりやってると思ってたみたいな、私の YouTube を内緒だと思ってる人結構いるらしくて、全然内緒じゃないですよ。むしろ友達が見てくれるの嬉しいし、あの前に就活中の友達から、松坂さんが名古屋から自転車で帰ってくるのを GPS で見てて、本当に感動して元気出たって言われて、めっちゃ嬉しかったし全然見て、堂々と見て、全然こっそりやってないよ。高校の後輩も見てるし、高校の先生も見てるし、同期と同期の友達も見てるよ。でその同期の友達が動画見ましたってここに飲みに来ちゃうから、そのくらい全く隠しておりません。てか見てる人はむしろ教えてね。内容の確認と、これサムネ、ここね、この階の人たちに許可はいただいてます。隣の人さ、中国人の方がルームシェアしてるから、一生懸命なんかフリートマト、フリートマトって言って許可もらいました。じゃあ雑草抜きます。ガムガムカムカムトップガムガム、ちょっと適当にやりすぎて土飛んできて嫌な気持ちなんですけど、友達カムカムトップガムガム、みんなカムカムトップガム。マジ適当なんですけど、結構虫くんとかもいて、ほらダンゴムシちゃん、枯葉もあるし、冷静に考えたらどこぞのウサギの糞はね、みんながのオクラやトマトを食べてくれるとなると、フリーとなるとね、私だけならいいんだけど、あのみんな真相を知ったら嫌かもしれないので、この土壌のまま行こうと思います。そんでミニトマトとオクラですが、土作りって書いてあって、駆動石灰 100g、 堆肥 2kg、 有機配合肥料 100g、 種まき15日前くらいに全面に散布し、よく耕しまして、なんかすごいいろいろ書いてあるんですけど15日、私15日後までダメってこと？これはそれらを撒いた時だと思うんですよ。私はそれらも何にも撒いてないので15日も待たずして植えちゃおうと思います。農業の人とか怒んないでくださいね。売られた種を買っただけだから許してよ。1箇所に4、5粒と書いてあるとね、オクラがうるさいな。オクラが1箇所に4、5粒、ミニトマトも4、5粒、感覚は全て私の感覚でいこうと思います。野生的感覚で。わー、これオクラの種。じゃあオクラはどこにしよう。ここね。食べるやつの乾燥したやつみたいなやつ。じゃあトマトちゃんはここに1、2、3、4、5、なんかおまけの6、梅梅ここにも1、2、3、4、5、6、なんかいっぱい入っちゃったけど、間引きすればいいとして梅梅、まあ、こんな感じで
栽培は小中皆さんと同じように経験して朝顔などなど育って、あと大学でね畑があって栽培っていう授業を取ったんですよ。だからキュウリとキュウリ以外のことは覚えて、あ、ナスなんかそういう水っぽい野菜を植えて収穫するところまで行った。この人生で大きく3回の収穫を迎えてるので大丈夫だと思うんですけど、1個懸念点はそれらのをですね、こぼれ栽培って言って授業とかで育ててるやつだから、私の苗の隣には他の人の苗があるわけだから、一回も水をやらなくても誰かが水を浴びせたそのシャワーのおこぼれがねまかれ、雨とかさ、植物ってある程度ストレスかけるといいって言うじゃないですか、ちょっと水が足んないとか。そのおかげでですね、私の栽培は今まで一回も足を運んだ覚えがなくてもわんさか取れてきたんですよそれをおこぼれ栽培って呼んでるんですけど、今回はね若干屋根があるし自然の雨だけかかりきらないと思うし、おこぼれをくれるようなね水やりの人も住んでないんで、だって隣の人は中国人の虫やって言ったと思うんですけど、それはいいともして、その隣の人はですね骨折したホストが住んでるからもう水飲みの字もない、酒とか浴びせられそうなんですけどだから私がね責任を持ってこの先水やりをしていきたいと思いますけど、水やりって1日に1回とかでいいのかな。まあこれも感覚で全てやっていきたいと思います。これは失敗した時をねちょいちょいどっかに成長記録をね残していこうと思うんですよ。いろんな動画の節々で端々で気になる人は私に LINE をくれたら個人的に送りますやべ鼻水出た。俳句でお別れしたいと思います。夏野菜マンションみんなで食べたいな。